あなたの夢は何ですか？夢っていうのはね、何個あってもいいと思うんですよ。その夢を小さくても大きくても一つずつ努力して、壁をぶち壊して苦しみながら、やめたいと思いながらも何とか叶えていく人生というのはその連続なんじゃないかと僕は思うんですが、僕も今日一つ夢が叶いました。それがこちらです。この動画の撮影日がまさに3月16日なんですが、この3月16日本日にですね、発売されるリズム&ドラムマガジン4月号にですね、なんと私ビスタン掲載していただきました。はい、神保明さんや、あのワンオークロックの智也さんや、超そうそうたる顔ぶれ、超一流ドラマーたちが紹介されている記事の中で僕も紹介していただいてます。いや、ちゃうんですよ。このね、リズム&ドラムマガジンっていうのは、これもずっと昔からある。僕がね、ドラムを始めて間もない頃も愛読していた、日本の中で最も、いや世界的に見てもめちゃくちゃ権威あるドラム専門誌、それがこのリズム&ドラムマガジンなんですね。いやー、マジでね、学ランを着てた学生時代、僕が休み時間必死こいて読んでいた、そしてドラムでねお仕事させてもらってからでもね読ませていただいているこのドラムマガジン、これに掲載していただけたこと本当に嬉しいんですよね。このね、表紙に載るっていうのが僕のでっかい夢の一つなんですけれども、もう一つの夢、まずはそこに向けてこの中に載るっていうのが僕のもう一つの夢だったんですけど、今回はその掲載していただくという夢が叶っちゃったんですね。すごいことっすよ。このね、 YouTube から生まれたどこぞの名の知れぬ馬の部屋、いやバケツのカゴであるこの私ビスタンを乗せていただけるなんて、これめちゃくちゃ感慨深いっすよ。記事自体はね、こんぐらいの大きさだからデカデカ乗ったぞって感じではないんですけど、それでもこれはもうドラマ冥利に尽きると言って間違いない。本当に関係者の皆様、担当者の皆様、そして普段応援してくださってる皆様、ありがとうございます。この4月号の特集記事の中で100人のプロドラマーにアンケート、セッションドラマーが選ぶ共演してみたい夢のメンバーというね、記事内に私ビスさんも回答させていただいております。僕が夢のメンバーとバンドを組むとしたらという記事内で、僕の音楽人生における、ドラム人生における愛をラブをですね、この記事のスペース許す限りぶつけさせていただきました。もちろん記事のページを直接載せるの良くないと思うんで、ふわっとこちら映させてもらいますけど、このブラーっと並んでいるプロドラマーの中に私ビスタもね、ここら辺に映ってるんですよ。今日から堂々と名乗ります。どうもプロのバケツです。なのでぜひ記事の内容に関しては、2021年3月16日に発売されましたリズム&ドラムマガジン4月号、各書店楽器店などで取り扱っておりますので、ぜひお買い求めいただいて、私の記念すべき初掲載の記事をご覧いただきたい。ぜひ1人10億部買ってください。よろしくお願いします。 YouTube を始めたこと、そして YouTube を始めたことによって、最近はビッグママ様のサポートもしていただけるようになって、こうして夢につながってきたということ、本当に感無量でございます。何かね、行動を起こしたりチャレンジしたことが、こうやって自分が思い描いていたことが実現していくっていう様を見てもらって、ドラムじゃなくても音楽じゃなくても皆様にとってもなんかチャレンジの後押し、背中押しになれたら僕としてはめちゃくちゃ嬉しいです。これからもちろんこのチャンネル、ドラムにまつわる、音楽にまつわる楽しい内容をバシバシ発信していきますので、ぜひ引き続き応援の方よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価の方どうぞよろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。ビスタンでした。バイビス。